浅野長政の一生。1547年に安井重次の子として尾張で生まれる、母は浅野長明の娘、若年の動向は不明だが、初めは長吉と名乗っており、晩年に長政に改名した。叔父、浅野長勝は尾張、織田信長に仕えていたが後継ぎがいなかったため、長政は長勝の娘、ヤヤと結婚して浅野家を継ぐことになる。後に天下人となる木下藤吉郎、後の豊臣秀吉とは愛婿であり、そのため織田家臣として出世する秀吉の与力となって活躍する。37歳の時に近江大津に万石が与えられ、翌年には京都奉行職となる。政治手腕が高く、秀吉から命ぜられた対抗検地を行った。また諸大名から没収した金銀さんの管理も任されていた。その実績から後に五奉行の一人となる。41歳で若狭小浜八幡石を与えられ、44歳の時には関東、北条氏参加の成田氏との戦いに参加する。忍城の戦い、北条氏が降伏したことで勝利。終盤や戦後処理は、総大将の同僚、石田三成に代わって長政が仕切っていたという。その後、東北地方の政務に関わる、奥州市沖、実行役として中心的な役割を果たした。47歳で海府中21万5千石が与えられる。長政は大阪にいることが多く、領内の運営は長男、義長が行っていた。以前から東国と関係が深かった長政は東国大名との取り次ぎ役となったが、その役割は徐々に三成や徳川家康などに変わっていく。52歳の時に秀吉が死去する。長政は家康とも親しく、反対に三成とは不仲であったと言われており、そのため徐々に家康側につくようになる。しかし翌年に前田利長らと共に、家康から暗殺の嫌疑をかけられて謹慎した。同時に長男、義長に家督を譲り隠居する。54歳で日本を二分した戦いに参加する。関ヶ原の戦い、三成側の西軍、家康側の東軍が激突し、長政は家康側につく。家康の三男、秀忠と共に中央に向かい、最終的に東軍が勝利した。その後長政は家康に禁止し、59歳の時には江戸に移る。関ヶ原では長男、義長が活躍したため、浅野氏自身には紀伊和歌山37万石が与えられていた。翌年には長男、義長とは別に、日立間壁5万石が与えられたものの、65歳で死去する。長政に与えられた領地は三男、長重が継いだ。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた次回。